星火北線は、福井県福井市の越前花道駅から、福井県大野市の葛竜湖駅に至る、西日本旅客鉄道の鉄道路線である。葛竜線の愛称が付けられており、福井駅をはじめとする、旅客案内上はこの愛称が用いられている。星火北線は、福井駅と岐阜県の美野大田駅の間を、岐阜県郡上市白鳥町糸城を経由して結ぶ、鉄道。 コシ線の一部として建設された。福井県側は JR の路線として残っているが、岐阜県側は長良川鉄道コシ南線となった。両県を結ぶ計画は果たせず、日本国有鉄道時代は国鉄バスが大野市の大野3番からコシ南線の美濃白町駅間で先行路線として大野線を運行し、 国鉄分割民営化後は JR 東海バスが、九ずり駅から先を引き継ぎ、美濃白町駅との間で、季節運行を行っていたが、2002年に廃止された。現在は、福井市と大野市間の都市間輸送や九ずり方面への、交絡路線となっている。大野市へは1974年まで、京福電気鉄道越前本線が、大野3番の京福大野駅まで通じていたが、 以後は、小しび北線が唯一の鉄道路線となっている。なお、国鉄時代は、北陸本線福井駅越前花道駅間にある、貨物駅の南福井駅を起点とし、南福井駅越前花道駅間は、北陸本線との重複区間だった。これは、小しび北線の部分開業後に、越前花道駅に、北陸本線のプラットフォームができたことに加え、 南福井駅構内でこしび北線の線路が分岐していることに由来していた。国鉄分割民営化後は越前花道駅が起点とされ、重複区間は解消されたが、現在でもこしび北線の越前花道駅は北陸本線から分岐したところに位置しており、その分岐部分が南福井駅構内扱いであることも変わっていない。 1960年に最初の区間が開業した際、すでに同名となる駅が存在していたため、福井県北部の旧国名である越前を冠した駅が多い。全区間を金沢支社の福井地域鉄道部が管轄している。福井県内の旅客船で唯一の非電化路線である。また、福井県内にある JR 線の中で唯一、福井県内のみを走る路線である。 越前大野駅九ずり駅間の閉塞方式は、スタッフ閉塞式である。2020年現在スタッフ閉塞式を採用している JR 線は他に、名称線の家城駅伊勢を靴駅間だけである。臨時列車を除いて、普通列車のみ運転されている。越前花道駅を、始発、終着とする列車はなく、越前大野駅九ずり駅間の一往復を、除いて、全列車が、 福井駅まで乗り入れている。1日に、福井駅越前大野駅間は9往復、越前大野駅くずり駅間は5往復の運転で、校舎の区間では4時間以上間隔が開く、時間帯がある。原則としてワンマン運転が実施されているが、ラッシュ時やイベント時は、車掌も乗務している。月に一度、水曜日に昼間時間帯の列車が運休となる月も、あり。 2011年度以降は振り替輸送が実施されるようになった。2001年3月3日のタイヤ改正までは、福井駅越前大野駅間で快速運転を行う列車があったが、定期列車としては廃止された。廃止前日時点での福井駅越前大野駅間の途中停車駅は、越前東郷駅、四波駅、宮間駅、越前大宮駅、北大野駅であった。なお、 九ズ新緑祭りが開かれる5月中旬の土曜日、日曜日と九ズ紅葉祭りが開かれる10月の最終土曜日、日曜日には快速列車が運転される場合があるが、運転本数約間、停車駅は年によって異なる。福井市、大野市間の公共交通機関は、この小指北線以外に、京福バスがある。1980年10月から1997年1月まで、 ゴールデンウィークや九ズ新緑祭りが開かれる5月、中旬の土曜日、日曜日、お盆休み、九ズリ紅葉祭りが開かれる10月の最終土曜日、日曜日、年末年始を中心に臨時快速列車、奥越が運行された。快速列車として最後の運転となった日時点の停車駅は次の通りであった。 2007年6月30日と7月1日には、全線での運転再開を記念して、臨時普通列車、奥越がそれぞれ、福井駅越前大野駅間で1往復運転された。現在は全列車がキハ120型で運転されている。基本的に単行の1両編成で運転されるが、福井駅越前大野駅間では、ラッシュ時の一部列車は2両編成で運転されている。 2020年3月のダイヤ改正まで平日朝の上り1本は3両編成で運転されていた。車体塗装はもともと白地に緑のグラデーションのブロックパターンであったが、2010年に5両の内3両が開業50周年を記念したラッピング車両となり、それ以外の車両は2011年に朱色5号に塗装変更された。2014年に 一条国ディスカバリープロジェクトのラッピング車両が2両が登場した。また、2018年から2019年にわたり、大野市の観光 PR の一環として、大野市の観光名所がラッピングされた車両が登場。2020年現在、越前王の城号、恐竜化石号、夢の架橋号の3両が運行されている。2011年4月1日から、 当期以外も、正式に年間を通じて、客用ドアの開閉は手動による、半自動ドア扱いとなった。過去には専用カラーのキハ52型が使用されていた時期もあり、本路線からの撤退後に、大糸線に転じて使用された。小指北線が分岐する越前花道駅には、大阪、名古屋、前原方面の特急列車が停車しないため、 越前花道駅を通過する列車と同線の六条駅イとの間を途中下車せずに福井駅で乗り継ぐ場合に限り、越前花道駅福井駅間の往復の運賃は不要とする特例がある。鶴が武雄方面の普通列車と同線六条駅イエを乗り換えるときは、双方の列車とも越前花道駅に停車するのでこの特例は適用されない。 越前花道駅勝さる現役間では1960年の開業時に10キロの1.6倍の犠牲キロを採用し割増し運賃が適用されたが翌年5月に国鉄新線建設に対し補助金が出ることになったため犠牲キロによる割増し運賃は廃止された1972年に勝原現役崩流ず駅間が延伸開業したが 土木技術の進歩で長大トンネルの掘削が可能になったことを受けた当時の国鉄は路線をなるべく直線化して建設費を軽減したため川沿いを走る線路から一変して荒島トンネル、下山トンネルが直線的に山を貫いている。これは1975年に開業した三江線の浜原駅口場駅間でも同じ手法が取られている。 コシ北線開通記念式典1960年12月15日撮影2004年7月18日の福井豪雨で、くず川、水系安ス川にかかる7つのうち5つの橋梁が流出し、越前花道駅、越前大野駅間が普通となった。全線の復旧には数年を要し、新線建設と同程度の費用がかかるとされ、路線存続が危ぶまれた。 福井県と JR 西日本は復旧に向けて2005年6月27日に工事協定を締結した。総工費は40億円にも上った。協量復旧にはそのうちおよそ34億円を占め、約20億円は国、約10億円は県、JR 西日本は約4億円をそれぞれ負担した。 2005年10月17日に復旧工事に着手し、2006年9月頃に橋脚が完成。2007年1月には橋桁の設置が完了した。2007年3月6日、JR 西日本金沢支社は、同年6月30日に一乗、谷駅宮山駅間の運転を再開すると発表した。同年6月24日から25日にかけて、 線路切り替え工事を行って、営業運転の合間に試運転が行われ、同年6月30日豪雨災害発生以来3年ぶりに全線、復旧した。橋脚は、従来4から5本あったものを最低で1本に減らすなどして、川積疎外率を低下させている。掛け替えた橋のうち、第1.45.7橋梁は、トラス橋になった。流出しなかった第2.6橋梁は、 色が塗り替えられている。水害から丸一年となる2005年7月18日には、当時の宮間町遅が口下か,かりのゴッツ山邸入り口に崩壊した第七足、羽川橋梁の橋脚と橋桁をもとに作られたモーニュメント、福井豪雨の記憶が完成し、除幕された。また、福井県立歴史博物館では、メモリアル展示、水害の記憶として、 被災したレールが被災した自動車と共に展示された。普通区間のうち橋梁流出のあった区間を除く、越前花道駅一条、谷駅間、宮間駅越前大野駅間は2004年9月11日に運行再開した。代行バスは一条、谷駅にバスの乗り入れができないため、越前東郷駅宮間,駅間で運行されていた。代行バスについては、普通となった当初は、 警福バスで運行されていたが、普通期間が長期化することや警福バスとしても、要因の都合もあり、2005年6月13日から、子会社である、西日本 JR バスへ変更された。変更にあたって、西日本 JR バスは、宮山駅構内に、金沢営業所宮間発出所を開設し、車両を7台配置した。配置された7台のうち、6台は、 イスズ・キュービックで残る1台はイスズ・ジャーニー・ K であった。うち6台は2005年3月に閉所となった水口営業所の車両であった。同時にバスポールも西日本 JR バス仕様に変更された。また、2005年にムブシュ BS2 で放送されたヘリ島縦断鉄道乗り尽くしの旅 JR2 万キロメートル前線総破周辺では 関口と博が2005年4月30日のゴールであるく流り駅を目指して列車代行バスに乗車し番組で豪雨災害のことが簡単に紹介された。コシ北線はキハ120型を使用し通常5両が運用されているが豪雨当日は福井発の始発列車のみ運転されたため大野側には車両が3両が残ったものの福井側には2両しか残らなかった。 そのため、鳥取鉄道部から急遽廃車前提で、後藤総合車両所に留置中であった、キハ5 8系2両と、キハ2 8系1両が、福井側の応援に入り、平日朝の通勤時間帯において運用された。2005年4月からは、ワンマン改造されている、高岡鉄道部のキハ58から1114と、キハ28から2360に変更した。これは、 加古川宣伝下で高岡鉄道部に機動車が転属したことによる玉突きの転属である。塗装は円字色のままで変更はない。戦闘車の方向幕には福井一条国と書かれた紙を貼った。さらに2007年4月からはリバイバルのトロに使用した金沢総合車両所のキハ28から2119とキハ58から596に変更した。 三ヶ月程度の運用であることから、先頭の方向幕は、普通のみを形出し、サボには、急行エクスプレス、のとじのとじのシールが貼られたままであった。この車両は、試運転開始の同年6月25日から運用を、外れ、同年6月30日と7月1日に、運転された、コ日北線全線復旧記念臨時列車、北越に運用後返却された。 2006年5月19日、全般検査と便所設置工事を実施するために、福井川で運用されている、キハ120から203をトレーラーで、越前大野駅に搬入し、6月20日に、大野川で運用されていた、キハ120から205を搬出して、金沢総合車両所に改装した。クレーンで、搬入出をする様子は滅多にないことであり、 地元の新聞やテレビでも大きく取り上げられた。順次トレーラーでの搬入でを行い、2006年末には、福井側に木ハ120から201と 203, 大野川に木ハ120から202,204,205という構成になった。便宜上、越前花道側の全列車が直通する、福井駅からの区間を記載する。小指北線内での直営駅は、 越前大野駅のみで、簡易委託駅も九ズ流行駅のみである。それ以外の二重駅はすべて無人駅である。ありがとうございます。